はい、どうもどうもです。今日は2023年1月18日水曜日、10時15分に撮影してます。今日は人から注目されることを仕事にしている人に向けてね、話していきたいと思います。本当にどこで誰に見られているかわからないわけですよ。言葉一つ、行動一つ、態度一つ、気遣い一つで信用を失ってしまう世界だと思うしね。人から注目されている人っていうのは常に光が当たってる状態なので、自分の取った行動が全て目立ってしまうんですよね。いいことも悪いことも全て目立ってしまうので、まあ、例えば見えのためについていた嘘とか、誰かを見下したり蔑んだり蹴落とすために使った言葉とかね、そういう発言によって自分の価値が下がってしまうことが、まあ、あるということに気づいてほしいかなと。そう、まあ、そこで結果として信用失って、まあ、だから地に落ちていくという感覚はね、怖いことで、でもぶっちゃけ落ちてるわけ。でも落ちたことをね、誰かのせいにしてる人が、まあ、さらに落ちていって、で自分が落ちたのは自分よりも注目されている人がいるからだとか、自分よりも有名なお店ができたからだとか、そうやって人のせいにしてたり、まあ、嫌なことから逃げてね、都合のいいように解釈している人が、ただ注目されることだけにフォーカスしていて、そう。でもそうじゃなくて、君のことを見てる人は全員分かってることで、あれだけ人望あったよね、でも落ちたよね、なんでだと思う。そう、それは人望があるかのように振る舞っていたことが、まあ、バレたからということだと思うんですけども、人から注目されているというのは常に光が当たってる状態だ。だから嘘がバレやすい、メッキが剥がれているのにまだこの人演じてるねっていう印象だ。だから見ている人からしたら違和感しかなくて、自分の欲とか見栄とかお金のためにね、なんかうさんくさいことをしている人という印象を与えてしまって、だから人が離れていって、そう、人から最低だと思われるようなことをしているということに対して、そういう風に多分感じてないんでしょうね。どう受け止めるかっていうのがやっぱりね、すごく重要なことなんですけども、人から注目されることを仕事に している人は特にね、自分に光が当たってるということをもっとね意識した方がいいかなと思います。で、みんながみんなね味方してくれるわけじゃなくて、まあ中には敵対視して見てる人もいて、その中で応援してくれる人がいて、押してくれる人がいて、支えてくれる人がいて、自分のことをね特別視してくれる人がいて、まあ、その人との信用、信頼を裏切ることをした結果ね、人が離れていって、そう。だから、信頼と実績をね、築き上げていくことしかできなくて、積み上げて積み上げて、支持されていくものなのかなって思うんですけども、せっかくファンになってくれたのに、そのファンがね、自分の推しが恥ずかしいって思われるようなことだけはしちゃいけないと思うんですよね。ただ有名になりたい人は、まあ、最低なことをして炎上してバッシング受けたらいいと思うんですけども、そうじゃなくてね、人から注目されることを仕事にしてたり、自分の商品とかお店とか自分の作ったものに対してファンになってもらうために頑張らないといけないのに、頑張る方向間違えて何か少し結果が出たらうぬぼれて、なんか見ている人たちをがっかりさせてしまって、せっかく興味を持って自分のお店とか自分のファンになってくれた人に対してね、一度失った信頼は戻らないし、一度入った亀裂はね修復できないし、だから自分が人にしてしまったことは誰かの心に残ることで、でもそういうやらかしてしまった時にね、なんか勉強代としてまた次同じことをしないように克服して成長していかないと思うんですけども、でも人から注目されている仕事をしている人たちはね、常に自分に光が当たっているっていう状態を忘れて、毎回同じことで同じ失敗をして同じミスを繰り返して、
だからそれを見ている人からしたらね、この人成長ないなって思われてしまって。そう。だから、光の中にいたいなら、嘘はついちゃダメなんです。全部バレるので。嘘を武器に、光の中に向かったとしても、全員炎上してるよね。だから、嘘を突き通したいなら、闇の中にいるしかなくて、木は森の中に隠せって言うしね。そう。メッキが剥がれて、詐欺師で嘘つき認定されてるのに、何度もメッキを塗り直して、表舞台に上がって、それでは誰も本物とは認めてくれないし、本当にただうさんくさい人という烙印をされて、崩壊して地に落ちるしかないのかなと。そう。だから光の中にいていいのは本物だけ。みんなが見たいのは光り輝くものだけ。だからガラス玉はね、ガラス玉の人生を生きるしかないのかなと。そう。でも一番ダメなのは、その本物を見抜けない人、騙されやすい人。もっと悪いのは、心が弱い人。本当にすべて心次第で、心がどこに向かうかで人生が決まっていくので、心が上を向いていなければね、掴めるものも掴めない。心はね、移り変わるものだから、未来を占っても、未来は当たらない。一番大切な、心が変わらないと、未来は変わらない。そう。だから心がどこに向かうかが全てで、全て心次第。過去を引きずって、悪魔崇拝して、恨みで誰かを呪ったりしている人に、だからどんな明るい未来があるのだろうかと思ってしまうしね。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。